おはようございます、ピエトラです。今日は梅雨の間に黒星病などでこう下葉がなくなってしまったこのバラたち、これの夏越しについてお話ししていきたいと思います。はい、私はこのティータイム2つ、それからこのアルブレヒトデューラーローズ、ちょっと遠目にしてみましょうか。もう上にしかまあこれはまだ緑の葉っぱありますか。これなんてね、下葉もこんなんスカスカです。全部黒星病です。これもです、下葉がこんなにスカスカです。かろうじて上は新芽の赤い葉っぱがありますけれども、ですね、まずはですね、肥料に関してなんですけれども、全く葉っぱがない1枚2枚しかないという方は肥料は、しばらくあげない方がいいです。葉っぱが出てきてからあげてください。葉っぱが、ね、ないということは根っこから吸い上げる力もないということなので、葉っぱが全然ない方は肥料は今はあげないでおいてください。で、葉っぱが出てきてから、あるいは葉っぱのある方は、やっぱり夏なので液肥です。液肥を山野草にあげるのと同じくらい、ボトルの、ね、後ろに書いてありますので、それを見て、はい、あげてください。それがだいたい週に1回灌水の代わりに液肥をあげることになります。はい、でそれ以外の毎日の水やりなんですけれども、水やりは土の中の、空気を入れ替える大事な作業になりますので、鉢はまだ湿ってるとは思うんですけれども、しっかり水をあげて、古い水とそれから空気を押し出して新しい水と空気にしてあげた方がいいかと思います。で、それじゃあ一日中湿ってることになっちゃって根っこ腐っちゃうんじゃないかっていう心配ももちろん終わりかと思います。そのためにも、はい、これ、下に水切りユニットっていう、そうですね、こういうやつがバラの下に引いてあります。少し隙間ができるようになってます。はい、こうすることで、土の中の余分な水分が土の中に残らないで全部落ちるように、落ちやすいようにしています。ですからこういった水切りユニットみたいなの、あるいは、こういう鉢を浮かせる鉢スタンドなどで鉢の下に隙間を作ることで余分な水を抜けやすくさせておけば、そんなに根が傷むこともないかと思います。はい、それでこれだけ葉っぱが少ないと活動はちょっと鈍くなると思います。まあ夏で鈍いのに加えてまた鈍くなると思います。特にバラってある程度の暑さ以上になってしまうと夏眠、冬眠じゃなくて、夏眠、夏の眠りに入ってしまうという話を聞きました。はい、で8月の中旬から下旬になると、夏剪定をすることになります。夏剪定をすると多分この株は葉っぱが1枚もない状態になりそうです。はい、でその時の体力をつけておくために、夏の間に十分、ストレスなく育てておきたいと思いますので、ですね、仮眠している暇なんぞないんですよ。ですからなるべく地温を上げたくないので、はい、これ100円ショップで買ってきました。お寿司巻くやつですね。はい、これ100円です。これをですね、このちょっと弱っている3株に関しては、日の当たる側、こっち側にこう日よけを作ろうかと思っています。他の株はね、元気な株はそこまでやってしまうのも
あの過保護かなと思うんで、できればあのスパルタで育てていきたいのですが、ちょっと弱ってる株に関しては地温を上げないためにこういった措置をしようと思います。下葉のなくなったちょっと弱ってるバラに関しては以上です。葉っぱが残ってる分には葉っぱを大事にして頑張ってもらおうかなと私は思います。で、8月の末になりましたら夏剪定、秋バラの準備になりますので、その時にはね上の方の今ある葉っぱは切り落としてしまうことになりますので、それまでに株の自力をちょっとつけてもらって、はい、頑張ってもらうということになりますね。はい、以上、ちょっと弱ってきたバラのお世話についてお話ししました。